甲子園ボール。甲子園ボールは、全日本大学アメリカンフットボール選手権大会の決勝戦のことである。毎年12月の第3日曜日に、兵庫県西宮市にある阪神甲子園球場で行われ、主催は、日本アメリカンフットボール協会と毎日新聞社、特別協賛は2016年度、平成28年度から、三菱電機が務めている。 現在の正式名称は、三菱電気杯大会毎日甲子園ボールである。ボールとは、丼という意味で試合が行われる、場所の形状が似ているという意味で使われている。2008年度、平成20年度までは、東西大学王座決定戦として、関東学生リーグと関西学生リーグの王者同士が対戦する形で、大学王座を争った。2009年のシーズンから、 全国8連盟による全日本大学選手権の開始とともに、その決勝戦としての舞台に移行した。戦後、各大学の活動が再開され回復、発展の動きを見せていたアメリカンフットボールのイベントを検討していた毎日、新聞社に戦前から行われ中断していた同志社大学と慶応義塾大学の春の停戦を復活させる。 話が持ち込まれたのが開催の発端である。両校は共に前年のリーグ優勝校でもあったために東西大学王座決定戦として位置づけられることとなり、当時の運動部記者であったハムロ・テツオラが阪神電鉄に働きかけ新中軍への接収が説かれた甲子園球場を使用することに決まった。こうして第1回甲子園バウル第5回大会までは、 英語の発音に習ってのように表記、発音されていたは1947年、昭和22年4月13日に、慶応義塾大と同志社大の間で行われ、翌年の第2回大会からも、東西リーグの優勝校が出場視聴者を、大学王者とする運営形態がおもむろに、整えられていった。2008年シーズンまでは、関西学生連盟が、 関東学生連盟の代表チームを招待して、関西学生リーグの優勝チーム、あるいは代表チームと対決し、東西大学の王座を決定するという名目の対抗戦試合でったこれは2008年シーズン以前において、日本国内における大学アメリカンフットボール競技では、全国規模で統一された選手権大会が存在しなかったため、さらには、技量の面で関東、 関西の学生連盟所属校が全国の中でも群を抜いており、かつ本大会が日本国内でも有数の伝統あるボールゲームでもあることから事実上の学生日本一の決定戦として機能しいた関連で、後日のライスボールへの出場方法をめぐっても参照。2005年の大会で通算60回を数え、ハーフタイム賞ではこれを記念して柴川隆平。 関西学院大、東海達也、京都大、梶山流星、日本大、川口聖史、立命館大の往年の名選手4名を、マネーセレモニーが行われた。一連の構想が発表された2009年2月の時点で、甲子園ボールを主管する関西学生連盟は、この形態で2年間運営し、2011年シーズンには、制度を見直すことを表明した。 通常の4クォーター制、1クォーター15分で試合を行い、得点の多いチームの勝ち抜け、同点の場合は以前はコイントスによって次のステップへの出場チームを決定していたが、現在は第4クォーター終了後にゴール前25ヤードの地点から1回ごとに交互に、攻守を繰り返し、どちらかの得点が上回るまでプレーを行うタイブレイク方式による、 延長戦で進出チームを決める。ただしこの方式になって、以降、まだ延長戦が行われた事例はない。なお決勝戦、甲子園ボールでは延長タイブレイクはするが、大会の記録上は、両好優勝となる。甲子園ボールの勝者は、ライスボールの出場権を得て、社会人王者と対戦する。第65回、2010年以降の試合は、ホームベースからバックスクリーンにかけて、 縦方向にフィールドを設置し、普段は土である内野にも芝生を付設して行っている。2010年2011年は完全な縦方向、センターラインに平行であったが、第67回2012年からは完全な縦方向ではなく、三塁ベンチ前からライトスタンドに向かって、やや傾けた方向にフィールが設定される。これ以前に、 フィールドの設置をこの方向にしたのは過去に第44回、1989年の一度きりで、その時以外はすべて外野のライトマイナスレフト間を横方向に使ってフィールドを設けていた。その際には土となっているレフト線、ライト線、二類ベース後方に仮設の天然芝を付設していた2009年よりレフト線、ライト線の土部分はなくなった。 ラッキーゾーンがあった時代は、ラッキーゾーンを囲う網フェンスを撤去した上でフィールドを設置していた。また、マウンド付近には、関東代表チーム用応援席とテレビ実況ブース、毎日放送 NHK や関東代表チームのスポッター席用のプレハーブの仮設スタンドが、バックスクリーンには、関西代表チームのスポッター席と中継用カメラが、設置されていた。第六十回大会。 2005年、平成17年の中継では、感学大 OB の浜田敦子則が、バックスクリーン側スポッター席からの視点で解説を行った。2007年、平成19年10月から2009年、平成21年3月までのプロ野球のシーズンオフ期間中に、阪神甲子園球場の改修工事が行われたため、2007年の第62回大会及び、 翌2008年の第63回大会は、大体の長い陸上競技場に会場を移して開催された。大会名称については、毎日甲子園、ボールイン長いとされた。甲子園ボールの終了後、学生アメリカンフットボールの年間最優秀選手に与えられるのが、ミルズ杯、通称、チャックミルズ杯である。 NFL カンザスシティチーフスのアシスタントコーチ時代に第一回スーパーボールに出場し、1971年、昭和46年以降、ヘッドコーチとしてユタ州立大学他を率いて、再三来日し試合やクリニックを通じて、日本のアメリカンフットボールの発展に大きく寄与したチャック・ミルズの功績を称えるべくその名が完成られ、1974年、 昭和49年から送られている。毎年のトロフィーはミルズ自らが死費を投じて作られている。またミルズは可能な限り甲子園ボールの際に来日し、トロフィーを受賞者に直接手渡すようにしている。最近の来日、カップ授与は9年、平成21年。選出は1997年、平成19年までは甲子園ボールの試合終了直前に、 新聞記者の投票によって行われ、敗戦チームから受賞者が選出されることも過去2回あった。現在では、甲子園ボール勝利校の所属リーグの最優秀選手に贈られる方式に変更された。前座の試合として、中学生によるタッチフットボールの試合が行われる。長らく、滋賀県長浜市の中学校の代表校を招待して、 関西学院中学部と試合する対戦形式で行われてきたが、現在では校舎の出場枠も、関西の各府県の中学校や、チェスナットリーグのチームも含めた形で、トーナメント形式の予選を行って出場チームが決定される。出場回数順。戦績の同じものは出場の古い順。2018年12月16日現在。 甲子園ボールが初めてテレビ中継されたのは1956年の第11回大会であった。放送局は NHK で翌1957年まで2年間担当した。1958年はテレビ中継がなかったが、1959年は毎日放送が中継した。その後、しばらく中継はなく。 1966年の第21回大会で7年ぶりに中継が復活した担当は毎日放送。当時は超年点時代だがネットテレビ系列局で放送されたかは不明。1967年から1984年までは NHK がテレビ放送を担当。1967年からカラー放送となった3テレビが同時中継していた年もある。 1985年から再び毎日放送がテレビ放送を担当し、1999年までは TBS 系列にて試合当日の14時、内し15時からの2時間にわたり全国ネットで放送されていた。試合の前半は録画で後半を生中継する携帯が多かったが、2000年からは深夜枠に移動し、時間も従来よりは短縮した。 録画中継の形で放送されていた。放送時間は24時30分26時24分。同局系の CS 放送局ガオラでは、後日に完全録画中継の形で放送されていた。2005年の中継では初めてステディカムが導入され、コイントスと直後のウォークライトを、選手の視点に近い位置からの映像に威力を発揮した。2008年の中継では、ガオラと、 BSI にて試合終了まで完全制、中継されたが、地上波では当日深夜のダイジェスト放送は前年と同じものの、放映は毎日放送と TBS のみになり、実質的に衛星波へシフトする形となる。2009年より、毎日放送に代わって NHK がテレビ放送することになり、スポンサーなどの意向より、 NHKBS-1 にて生中継放送が行われている。2012年から並行して CS での放送が復活し、スカイエア朝日放送グループホールディングス参加、朝日新聞社、テレビ朝日も出資が録画中継することになった。実質上の冠無理スポンサーである特別協賛については主催者である毎日新聞社が務めたほか、 日清食品、1985年から1987年、三和銀行をはじめとする三和総合金融グループ、1988年から1992、ハウス食品、2000年から2007年、パナソニック、2008年から2015年が担当し、2016年から三菱電機が務めており、勝利チームには三菱電機杯が贈呈されている。 ハウス食品は2008年度より共産スポンサーの一つとして参加している。なおテレビ中継は1985年から1987年は日清食品、1988年から1991年は3話総合金融グループの一社提供だった。1992年に関しては3話総合金融グループを筆頭とし、ハウス食品や サンスターなどの複数者となった。前述の通り2008年シーズンまでの甲子園ボールは関西、関東の両学生連盟所属校による対抗戦でありながら学生選手権とほぼ等しいとされており、勝者は学生チャンピオンと認知されていた。そのため、ライスボールが社会人チャンピオンと対戦する全日本選手権となった1983年以降、 自動的に出場することとなっていた。その後選手権試合のオープン化が推進され2006年度より、東日本学生王者決定戦、シトロンボールの勝者、西日本学生王者決定戦、ウエスタンボールの勝者と合わせて3チームから、学生代表決委員会が選定する形となり、一応は両連名を除く、各地域にも文句を開いた形となった。ただし、関西、 関東両連盟の所属校と他の地域の連盟所属校の間には実力差がある。これはシトロンボールウエスタンボールへの関東、関西連盟からの各出場校はリーグ戦でも中位以下のチームになっていることからも明らかである。2006年現在、ウエスタンボールは8大学のリーグ戦中6位の大学が出場。そのため、ボールゲームとしての重みに違いがある。加えて、 学生代表決定委員会のメンバー、並び大学の選定基準が不明である。結局、2006年度は、甲子園ボール優勝校である、法政大学が、ライスボールに出場した。このような状況から、トーナメント方式の全日本選手権など、学生日本一の決定プロセスに、新たな枠組みを期待する声が兼ねてよりあり、これを踏まえ、前述の通り、 2009年シーズンから8連盟による全日本大学選手権に変更することが発表された。しかし、各リーグ戦運営日程への影響、出場各大学の移動費用その他の新たな運営負担、上記の実力の格差、所属連盟、リーグ編成の見直しの可能性など、解決すべき問題はなお多く残されている。第1回大会は、 ボクシングの試合の全在イベントとして行われている。これは主催の毎日新聞社がすり鉢状のスタンドを持つ甲子園球場での開催にこだわったからである。当日は試合が長引いたため終了を待たずにボクシングの試合が行われている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。